はい、どうも皆さんこんにちは、ソルトです。ドラゴンクエストビルダーズリムルダール編、続きからやっていきたいと思います。まだねこの子病から治ってません。話します。ソルトよ、もしお主が新しく患者を連れてきたなら、わしとエルで診察し必要な食料や薬をお主に教えよう。看病はエルに任せ患者の治療をよろしく頼むぞ。そのためにもじゃあソルトよ、わしに薬の調合室を作ってはくれるじゃろうか。調合室があれば薬の研究ができる。そうすれば新しい薬の開発も可能となろう。頼むぞソルト、この設計図通りに薬の調合室を作ってくれ。はい、じゃあ早速ねこの設計室これを作りましょうか。場所がまた微妙だよねこれね。結構スペース空いてんだよね。ここを利用して作っちゃおうか。ここ設計図敷く。敷けないの。よし、ちょっとね邪魔だからねこの辺を。ちょっとよいしょ。あれちょっとねやり直します。設計図をセレクトのどれだっけ、あ外すか、外しますと。よいしょ、はいセレクト、土が48、土が48ね。まずねすごいするな。よいしょ、はい足りなかった。どっか分この辺をね壊しましょうか。早くあのハンマー大金槌あたりが手に入れたいな。よいしょ、よいしょ、はい、土は終わりかな。で次になんだあれ、木の机か、木の机とキャビネットね。はいはい、木の机、木の机、あと焚き火もいるのかな。収納箱1個作ります。収納箱と壺で木の机、はい、こんだけあればね多分ある程度はいけるかな。はい、木の机セット。はい、次。壺2ついるのか。はいはい。次にキャビネットを先に置きましょうか。キャビネット。よいしょ。で、壺が。壺がもう1個ね。それで。調合の壺これか、これが、あ結構いるな、土も粘土も青い油結構いる。はいはい、であと焚き火がいるのかな。焚き火がいるね。焚き火と扉、焚き火焚き火、作れない。青い油、ちょっとねスライムを借りに行ってきます。
あ、俺ハンマー持ってんじゃん、大きい寿司。あ、もう。よいしょよいしょ。じゃあね、粘土掘りましょう。この辺からね。あ、持てねえんだ。そっか。よし、ちょっと一回帰る。そっかそっか。前はね、大きい宝箱、なんかそんな移動アイテムが自動で移動するアイテムがあったのでいいですが、もうあれがなくなったんでね、もう作れないんですよね、これが。あそこはもう薬入れにしよう。はい、収納しますと。はいはい、もういらないもの全部しまう。はい、いらないいらないいらないと。よいしょ。今思えばね、あそこに作った壺を移動させればよかったんだよね。まあもうせっかく取ったんでね、あれは回収しておきましょう。あ、これはお化けが来るかな。よし、ちょっと一回帰ろう帰ろう帰ろう。うわ、なんか襲ってきた襲ってきた。来るな来るな。お化けも来てる音がするな。あっちなんか明かりがあるな。あれなんだろう。ああ、ちょっと寝よう寝よう。うわ、そこで寝るかね。調合室があれば薬ね。まあこれはいい。はい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 、寝かしてほしいな、そこで。うわ、寝る。よし、朝になりました。よし、これでね、すげえ腹減ってるけど。枝豆じゃもうほんと全然腹の足しにならんな。調合、焚き火をまず作って、で調合の壺、これは土がいるのか。 あとこれさっさ作っとこうかね。これね、毛皮とか全然ないけど土がいる。あれどこ行った。あった、調合壺来ました。 あとあれがいるな。扉、扉がいる。扉が藁の扉、これでいいか。で藁の扉で作って置いて焚き火を置くと。よし、これで完成。おお、これで傷薬とか薬草がって普通じゃん。なんか容量が減るとかそういうわけでもなく。おお、なんということじゃろう。わしのために調合室を作ってくれたのだな。このリムルダールの地にはお主が見たことのない病がまだまだ存在する。新しい病に薬を作るためにはこの調合室は大いに役立つことじゃろう。ウルス、うん、物を作れぬわしらじゃ研究は失敗し、我が弟子ウルスは、じゃからわしは研究を捨て病に抗うことをやめたのじゃ。
定められた死から逃れることが正しいことなのかわしにはまだわからん。しかしものづくりの力を持つビルダーのお主となら何かできるかもしれぬ。それと改めてよろしく頼む。この地の病を癒す薬の開発に共に挑もうぞ。毒消し薬がね欲しいんじゃないかな。でもこれこの人の場合これ毒消し層っていうから毒消し層をどうやって作るのかだよな。お腹すっげー作ってる。はい、はいはい、ああ来た。毒血草の研究。はい、この地の毒を解析するにはどうしても毒の病原体が必要だ。以前のわしは毒の病原体を持つ巨大なドロルがどうしても倒せず研究を諦めたのだ。ああ、毒の沼につく巨大なドロルを倒し何とかして病の病原体を手に入れてくれるんだろうか。よし来た。よし、じゃあねこのトロルをね倒すのが目的ということで、あれあの向こうか、向こうか、結構遠いね。地味にダメージが痛い。キメラうざいな、あそこいるのな。おー、いっぱいいる、いっぱいおる。枝豆、よし。どんぐらい遠いのか、結構遠いね。うわ、ちょっともう全部スルーで。結構戦ってたらキリないからね。まあ巨大なトロルっていうぐらいからある意味ちょっとボスぐらいなんでしょうね。中ボスかな。はい、おおっと、なんか円が見えてきましたね、あそこね。いたいた、ちょっとやめて。あ、いた。あ、ここか。来た来た来た、病原体現れたよ。でかいよ、しかもちょっと。うわ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 、何それ。ちょっと待てよ。いやいや、ねえわ。これはうまいこと近づいて、やばいやばいやばいね、やばいねこれ。やばい、強いし、むちゃくちゃ強いしこれ。いや弱いか。よし、いた。あ、いた。うわ、これなんか嫌だな。もうちょっともうちょっともうちょっと、よし、弱いじゃん。これはねキメラの翼で帰ろうと思ったら預けてる。マジか。翼預けちゃってる。よし帰ろう。ちょっとじっくり回り道で帰りましょうね、これね。ちょっと毒で。やばいやばい、こんなところで死にたくない。ちょ、やばいやばいやばい。よし、ちょっと。あいた、もうちょっとやめてくれ。
これ回り道で帰れるのかこれ。あ、帰れるね。帰れる帰れる。なんか気になるけど、これは後でね。これでキメラの翼は作れないかな。あと1個ね、キメラがいないかな、どっか。あー、ここ。あー、ということはこれ、ん、結構遠いよね。おー、よいしょ、もういい、帰ろう。あ、これ壊れてるじゃん。なんかピキンピキン言ってるけど、あー、街が見えてきた。よし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 。最初から歩いていった方が意外と良かったかな。はいはいはい、よいしょ。これが毒の病原体か、ソルト、よくぞ持って帰ってくれた。どれどれ、早速わしに見せてくれ。はい、どうぞ。何をしてる。毒の成分の解析が終わったぞ。これで毒結晶を作ることができる。さあ、素材を集めて毒結晶を作り、毒の病に侵された患者を救うのじゃ。お、薬草は嬉しいな、今。破毒のリング、毒攻撃が身を守る聖なる指輪、これいいね、これ作っとこう。まずね、こう薬草とかはここに預ける。もう基本的にもう預けちゃう。もう邪魔だからね、俺持っててもしょうがない。破毒のリング、毒結晶3つ、金、金がいるのか。これすぐにできないな、これ。よし、これでね、あそこの人が助かるかな。はい、使います。死んだじいちゃんの手招きが見えて、もうダメなんだと思ってたけど、一晩ぐっすり眠れば良くなりそうだ。あんたも一晩眠くて、明日声をかけておくれ。はい、じゃあね、早速寝ましょう。ね、まだベッドを取られる前にね。はい、じゃあ昨日の人がどうなったか。あれ、いない。これかな、こいつか、こいつか。ちょっと、ちょっと、ちょっと、走るな。おい、おい、おい。助けてくれてありがとう。あんたたちのおかげですっかり良くなったよ。病気になったら死ぬと思ってた人間が病気と戦うことができるなんて。あ、あ、これ女か。これからはタイムを治療に協力するよ。ここで一緒に頑張っていこうじゃないか。こいつはせめてもの俺さ取っておいておくれ。命の木の実来ました。はい、じゃあ今回はね、こちらの薬を作るね、部屋と薬局ですね、薬局とケイシーを助けるというようなところでございます。以上ね、本日の実況の方はこれで終了したいと思います。また次回もですね、まったりゆっくりとやってる実況ではありますが、ドラゴンクエストビルダーズの実況よろしくお願いします。ソルトでした。